はい、いつもありがとうございます。ドクター住吉です。今日はですね、こちらキラーの、ケージファシストバイス2、こちらを、ご紹介していきたいと思います。気になってる方も、多いのでは、ないでしょうか。ファシストバイスのニューモデルとして、誕生いたしましたファシストバイス2、今日はですね、こちらを、チェックしていきたいと思います。まずはですね、ボディ材、こちらは、アルダーを使用しており、ピックアップはですね、キラーのオリジナルのピックアップ LQ500 と LZ510 ダイナバイトの、組み合わせとなっております。まあ、キラーならではの、ワンボリュームの仕様となっており、ピックアップセレクターが、こちらについております。でこちらのミニスイッチが、ダイレクトスイッチとなっており、ボリュームを、スルーするので、よりストレートなサウンドが、演出、可能となっております。あとはですね、キラーおなじみの、パーツ類が、落とし込みになっております。フロイドローズ、搭載で、こちらはフローティングしてますので、アップダウン両方可能となっております。あとはですね、皆様ご存知の、セミディープインサートジョイントを、採用しておりますので、豊かな、サスティンとなりを、実現しております。はい、でファシストバイス2になって一番大きく変わったのがこのネックの仕上げですね。以前のモデルは、ツルツルした、仕上げになっておりましたが、こちらの、ニューモデルとなって、サテン仕上げ、セミグロスとなっております。まあ、艶消しになっただけではなく、塗膜が少し薄いので、よりナチュラルな、鳴りを、実現しております。はい、で、このカットですね、ここもちょっと動画だと分かりづらいかもしれないですけど、この R も、大きく、施しておりますので、座って弾いても、立って弾いても非常にここが、ストレスなく演奏可能となっております。カラーの、ラインナップは3種類、出ております。ギャラクシーブラックと、デリシャスレッドと、メタリックブルーの、3色となっております。皆様ぜひ、チェックしてみてください。それではですね、気になるサウンドの方を、早速チェックしていきたいと思います。